それでは我が家のトレーナーの中を紹介します。ここがトイレとシャワーです。収納ボックスが上、あとベッドの上とシンクの上にあります。ここがダイニングです。こちらのテーブルを畳むとダブルベッドになります。そしてこちらのボックスの中にエアコンが入ってます。実はこちらの扉を交換してます。普通の合板に木目調の壁紙を貼りまして、開けたままでもエアコンが出てくるように、ここに吹き出し口を開けてプラ板でですね、実は開けたままだと中にこもっちゃうんで、このようにプラ板でちょうどこちらの吹き出し口について扉を閉めた状態でもエアコンが使えるようになってます。で、中は、エアコンの吸い込み口ですね、こちらから上層部のあったかい空気を上から吸い込んでこちらから出すと。で、もちろん、空いてるスペースに電子レンジも、こちらもそのまま使えるように穴開けてます。下にはヒーターがついてます。実はですね、こちらのエアコン木材の角材でつけてる方がいるんですけども、私は金具でつけてますので、もうつけっぱなしで大丈夫です。それじゃあ説明します。アンテナの方位ですけれども、まあ、手で回転すればそれで済むんですけれども、電波行角がありますので、電波の来る角度ですね、実は電波の角度が鹿児島で47度の方で、電波が入ってきます。通常はですね、パラボラアンテナの傘がこのように立った状態であって、下の方にレシーバーがついてます。ここがレシーバーですね。ですから、電波の方が来て反射して、それぞれの電波がですね、こうしてこのレシーバーに集まって受信するんですけれども、立ったままですと風の抵抗が大きいので、パラボラアンテナをつけたまま走行するにはちょっと負荷がかかりますので、私はアンテナをつけたまま走行ができるように、実はこのパラボラアンテナをこのようにですね、寝かした状態で、ちょっとあんまりついてないな、このように寝かした状態でつけてます。で、このレシーバーを逆さまにこちらのにつけます。すると
電波の来た電波がですね、ピッパラボラが傾いた状態でも電波を受信できるという感じですね。このような感じで取り付けています。鍋類はですね、私はユニフレームを使ってます。ユニフレーム多いですね。こっちのちっちゃい鍋もユニフレームです。そしてご飯炊くときもユニフレーム多いんですけど、12V 用の2号の炊飯器、最近はもうメスティンが多くなりましたね。そしてですね、ソファーの後ろに AV モニター、バッテリーの状態を確認するやつですね。電圧と電流分かれます。そしてこれ、12V のソケットプラグを差し込めるやつで、温度計と湿度計で、上の方がソーラーの制御盤です。そしてインバーターのコントロールパネルになります。私はミライ社の 1500W 使ってます。こんな感じかな。そしてパネル類ですね、こちらにAV モニター、バッテリーの状況を見るやつです。こちらがソーラーの制御盤です。操作盤で、上の方に 140W のソーラーパネルがありまして、こちらを適用して、私はバッテリーは3個使いです。こちらの方に、走行充電と、あと普通の AC からまたソーラーから、3つのパターンで充電ができるようになってます。でこちらがその 12V のソケットプラグ、そしてインバーターがの、操作盤ですね。私はミライ社の 1500W 使ってます。ここが温度計と湿度計です。こんなもんかな。以上です。食器はスノーピークの食器あります。ちなみにこれは私が25年前に自分で縫いました。ガスは3コンロ、だいたいこんな感じです。